豆腐くんとこんにゃくさん。こんにちは、僕豆腐くんです。あー気持ちいい。ある日僕はたらいの中で水に浸かって寝てたんだけど、どっこらしょ、ある時起き上がった拍子にぐらりバランスを崩し、あーぼちゃ、棚から落ちてしまったんだ。いてててて、おーいた。ひどい怪我ではあったのだが、これくらいで済んでよかったというものだ。そこで僕は大親友のこんにゃくさんに電話をかけた。いやもうひどい目に遭っちゃってさ。するとこんにゃくさんが、あ、そう？じゃあ俺暇だから今から行くわ、とお見舞いに来てくれることになったんだ。こんにゃくさんはべったら食ったら、べったら食ったら、べったら食ったら、と歩いて家までやってきてくれた。どんどんどん、こんにちは。がらり、やあ豆腐くん、調子はどうだい。ああ、こんにゃくさんが来てくれた。がば、はあはあはあ、ずるずる。こんにゃくさんよく来てくれたね。ほらこの通りひどい目にあったよ。豆腐が角をぶつけて怪我するなんて大変だったね。ありがとうこんにゃくさん。さ、せっかく来てくれたんだ、お鍋でもごちそうするよ。上がって上がって。悪いね、お邪魔します。こんにゃくさんはブルンと家に上がりました。ぐつ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 。こんにゃくさん、今日はお見舞いに来てくれてありがとう。ほんとついてないよね。こんにゃくさんは僕と違って棚から落ちても怪我をすることがなくていいな。いやいや、こんにゃくにはこんにゃくの苦労があるもんだよ。そりゃどういうわけだい。だってな、俺は苦労こんにゃくで、こんにゃくこんにゃくこんにゃくと毎日言われるからさ、生きた心地がしないでいるのさ。あの、ちょっと、もしもし？チャンネル登録お願いします。